驚いた？グッドモーモー。今日は私のスキンケアメンバーを紹介していきます。最近スキンケアハマっているので、たくさんたくさんいろんなものを使ってみてるんだけど、その中でもう買ってよかったものとかリピがいいってものを紹介していくね。めちゃくちゃドレッサー汚い。ちょっとその前に私そうめん食べてきます。はい、前髪やば。バキュン。じゃーん。そうめんそうめんそうめんそれ。いただきます。うん、うん、スチームしながらご飯を食べたら一石二鳥。私はせっかちなので一石二鳥が大好き。ごちそうさまでした。ありがとうございました。そうめん2束3分で食べちゃった。それでは紹介していきましょう。バキュン。それではまず顔が濡れている状態で、この電気バリブラシというものを顔に当てていきます。今顔に吹きかけたのはラロッシュポゼターマルウォーター、顔ボディ用ミスト状の化粧水です。これをつけないと、濡れてる状態じゃないと、この電気バリブラシってやつもめっちゃ痛くて、マックスでやるんやけど、うち痛すぎてもう無理やから、水濡らしてやります。これで顔がキュッと引き上がるんよね、こうキュッと上に。だから顔むくみやすい人とかめっちゃいいよ。一時的な感じはする。これで一生顔が引き締まるんかって言われたらそういうわけではないんだけど、私朝撮影したりとか、あのお外で撮影がある時とかむくみすぎて、メイクさんももうタジタジって感じで、タジタジっていう使い方合ってんのか分からんけど、午前と午後で顔が違うじゃないかっていう感じなので、これを購入しました。頭濡れてないから痛い。バキュン。で顔が乾いてきたら、夜と朝でも違うんだけど、朝はこのレカルカっていう化粧水、これもミストの化粧水なんやけど、これがめっちゃいいんやって。美容のプロの方に教えてもらった。からの次はこのまたレカルカってやつのシルセラムって美容液を塗ります。こんな感じでペチョペチョ。ライチの匂い、ほら匂ってごらん。この2セットは結構いい感じする。髄幹細胞培養液、なんかまあ人の骨かなんかの細胞を入れているみたいな感じで書いてるな。これは最高です。バキュン。ほんで次、私めっちゃおすすめしたいやつがあって、こんな感じ、ちょっといろんなものが混在しているんですが、これはほんまおすすめしたい。モレモっていう韓国のブランドのヘアトリートメントで、洗い流さないタイプのやつで、モレモ他のやつもいろいろ買ったわけよ。このこういう洗い流すタイプのトリートメントも買ったけど、まあ、これもいいんですが、だけどこれが一番やっぱいいな。これ最高。これを超えるトリートメントはまだ私出会っていません。これつけて、しばかれた。これつけてドライヤーするとかなり髪の毛しっとり、髪の毛ハイトーンの人とか特におすすめ。バキュン。で、あ、これは特別な日にしか使いません。めちゃくちゃ顔があの疲れてる、荒れてるっていう日は、このコスメデコルテのクレンジング。これめっちゃいい。使ったらすぐに、あ、すごいいい、すぐにわかる。でもちょっとリッチなので大切な日に使います。で、これはヒロインメイクのウォータープルーフを落とすやつ。マジでこれこういう状態になってんねんけど、これがないとウォータープルーフのマスカラ落ちなさすぎて。で、これ一昨日買いました。ラッシュアディクトっていうまつげ美容液の中ではかなり好評というか有名なやつ。まつげ美容液、私さ、まつげさ、ある事件があってからまつげなくなっちゃったんだよね。育毛中なのでこうやって塗ります。バキュン。あ、でこれめっちゃ良いよ。アルジタルっていうとこの泥パック、これも泥パックでなんか売り切れてたから、この旅行用みたいなちっちゃいのしか買えなかったんだけど、これとこれ使ってます。顔のごわつき、ザラザラとかこことかよくならん、そういう角質とかを綺麗に取ってくれる。こっちは黒ずみとか毛穴の汚れみたいな、だから鼻の周りとかこの辺とかたっぷり塗って置いといたりするやつ。この泥パックはマジ顔の敏感肌の人とかでも使えるタイプやと思うよ。うちめっちゃ乾燥肌でやばかった時もこれ使ったけど、なんともなかった。バキュン。
あとは、あ、うち最近なみんなに教えてもらって買ったやつ、これはアクネス25。これは背中のニキビが私ヤバすぎて自分で塗られへんって言ったら、このスプレータイプのやつをおすすめしてもらったから、これで塗ったら治りました。結構すぐ治っちゃったかも。まだちょっと2粒ぐらいあるから治す。パキン。あとはこれ、ルセラムクレードポボーテのやつ。もうこれあと何滴とかしかないから使えません。ケチってます。あとケラスターゼ、これもよくて、あのさっきのモレモのトリートメントつけてからこれもうやるともうさらにやばいけど、いい感じです。これもあとは結構いろいろあるんですけど、あとこれよかった、このソフィーナ IP ベースケアセラム、ちょっと今塗ってみようか。これすごい不思議な、ほら、もっちもっちの泡が出てきて、これをこうやってね、こうやって置いときます。これめっちゃ良かった。キュン。あとパックで言うたらこれも最高。これヒールズのパックで毛穴が引き締まる。これみんな使ってない人ぜひ使ってみて。つけたらピリピリするから、やばい、肌に合ってないかなって思うんやけど、そうじゃなくって、結構みんななるみたい、ピリピリで。こう我慢してちょっとしばらく置いといて流したら毛穴がギュン、すぐにわかるぐらい引き締まった。これとっても良かったです。結構ね入ってんねんけど、こんだけなくなっちゃった。あとは結構紹介してるんやけど、どこ行った、どこ行った、私の目から離れるなんて許さない、許さない。どこ行ったんやほんまに。バキュン。これです、ドクター K、 K ちゃんと呼んでます。ブラウン K ちゃんは化粧水する前に塗る美容液で、これ一番最後に使ってるスキンオイルで、これ超おすすめ。乾燥肌の人とか特にこういう感じで、まあ、数滴使うんだけど、こうやってこのオイルで閉じ込めてあげたら結構その蒸発しないし、とどめさせる水分を。でこれビタミンが入っているので肌にもすごく良くて、肌の調子がかなり変わった。これは人生を変えてくれたアイテムです。よろしくね、バキュン。なんかさ、ここにさ赤いのができてんのね。これは硬いニキビやったから、こう置いといたらこんな風に色素沈着しちゃった。みんなもだからニキビが滞在する時間が長ければ長いほど色素沈着になって跡が残りやすいから、なんとかすぐに仕留めないとダメよって話。チヨン、バキュン。次はやっぱりパックなんですけど、パックはどう考えても第1位なのはじゃん、ファミュ。これもものすごく私にしてはリッチなアイテムなので、大切な日に大切に使います。でもバリバリ効果すぐ出た。なんか透明感が出るってこういうことかってすぐにわかるぐらい、まあこの前動画で初めて使った時もそうやけど、かなり変わるから。うわっ、どこ見てんねん。しっかりしてくださいよ。あとは、まあ、韓国で買うこういうパックとかもよく使います。これルルルンちゃんとかも、45歳向け以上ですが使わせていただいてます。あ、このメディフィールのこれもやっぱいいです。メディフィールじゃないんかな、これ。あ、メディアンサーって書いてました。あとはこれ今ストックであんねんけど、ポイントメイクリムーバーはこれ使ってます。これすごく取りやすいから、そういう感じです。バキュン。踏んで最後の工程としては、今からお化粧するからクリームを塗るんやけど、このカネボーのナイトクリームとデイクリーム、この2種類があって、メイクするお昼の日中はこれを塗ります。みんなもうお家にアットホームしてる時、アットホームじゃなくて、ステイホームか、ステイホームしてる時は保湿ずっとできるチャンスなので、こういうのを使って一日中保湿を試みましょう。私乳液っていうのを塗らなくて、これでいつもなんか、これすごくて、赤ちゃんの羊水、お腹の中にいる時のお水成分が入ってるんだって。ツヤン、ピチ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 、しかにこう手に張り付くくらいまで保湿するっていうのが私のモットー。バキュン。というわけで今日は私のスキンケアルーティーンとスキンケア紹介でございました。これでおしまーい。じゃあグッドボタン、コメントも待ってます。スキンケアというものは私にとって未来を楽しみにさせてくれる、そんな存在です。じゃあ次の動画を見てね。いい一日にしましょうね。パキューン。